恋なんて、いわばエゴとエコのシーソーゲーム。シーソーゲーム、制しましたね、ジャイアンツが。マジで今日はね、みんな、よくやってくれたと思うけど、やっぱりあの岸田のタイムリーっていうのが、本当に勝負を決めたんじゃないかなっていうふうに僕思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、いきなり一発目から歌唱をしてみましたけども、すいません。下手くそですいません。まあそんなことはどうでもよくて、ジャイアンツ勝ったんですね。はい、非常に、いい勝ち方。いい勝ち方というか、まあ点を取られたんだけど取り返して、取られたんだけど取り返してみたいな感じで。で、8回かな ?8 回に、3点取って逆転してっていうところで勝ったんでね。まあいろいろありました今日のゲームも。それをね、できるだけわかりやすくね、伝えていきたいというふうに思ってますんで、ぜひ最後まで見ててください。よろしくお願いします。じゃあですね、今日の動画の構成としましてはですね、まず得点シーン振り返っていきましょう。うん、まずはじめにね。で、そっから2つ目はですね、前日、まあそのオールスター休みね挟みまして、後半戦入ってきたというところで、まあ二つともチームね、両方のチームもね、やはり、スタメン変わってきてますんで、それ確認しましょう。で、三つ目、最後はですね、配球のチャートなんかも使いながら、ちょっとね、できるだけ分かりやすくね、面白く伝えていきたいと思いますんで、ぜひね、最後まで見ててください。今日もね、見どころたくさんありました。岸田選手が良かったっていう風なことを言いましたけども、他の選手もね、めっちゃいい働きしてましたんで、それもね、敵チームも踏まえながら、DeNA ベイスターズの選手も非常にいい選手がいるので、そういったところもお伝えできればなという風に思ってます。はい、じゃあまず、得点シーン、振り返っていきましょう。はい。僕のこの胸のところにちょっとね、画像を出しながらちょっと見ていきたいんですけども。はい。まずですけれども、結果的に今日ね、5対2で、ジャイアンツが勝利をいたしました。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。はい。まあ非常に、シーソーゲームを制したというところで、まあ、勢いのつくね、勝利だったんじゃないかなっていうふうに個人的に思います。はい。じゃあね、得点シーンはですね、まず2回裏。はい、先制されるんですね、ベイスターズに。2アウト2塁から、梶原選手。あ、いい選手ですね、梶原選手ね。本当に、ライト前のヒット打ちまして、1点取ります。で、なんですけども、すぐにね、今日のジャイアンツはすぐに取り返す。これが良かったですね。3回表、ノーアウト満塁から、吉川選手のね、これセンターへの犠牲フライ。はい。まあ、この3回もね、いろいろ、守備のミスがありましたね、DeNA はね。はい。で、それで5回裏、主砲、牧選手、2アウトランナーなしから、ホームランというところで、まあ、確実にこれ2ボールから、まっすぐじゃなくてね、変化球来るだろうな、というふうに狙っててね、思いっきり強振されたんで、まあ、狙い通り、打たれたな、っていう感じ、すごくいいバッターだな、というふうに思いました。で、6回表ですね、ワンアウト1、2塁から、大城選手、これライト前ヒット。後でね、チャートでこれ見ていきたいんですけどね、うまく打ちました。これ逆球ではあったんだけど、非常にね、インサイドのボールをうまく、速いボールだったんですけども、打ちました。非常にナイスバッティングですね。で、今日の勝負はここですよね。8回表、2アウト、満塁からですね、岸田選手、まっすぐ1本に張ってたね。これはね、間違いなく、後でね、ここもチャートで見ながらね、詳しく解説していきたいんですけど、まあこれレフトへの2ベースヒットというところ。で、2アウト2、3塁から、まあ、泉口選手もね、これレフト前続きまして、この回一挙3点というところで、まあ、5対2というところ。まあ、ヒット数は8本と9本というところで、ほぼ同じなんですけども、まあ、5対2というところで、ジャイアンツが勝利をいたしておりますというところです。じゃあ次はですね、スタメン、ちょっとスタメンの変更点ありますんで、見ていきたいと思います。この辺あたりにですね、画像を出しながら、僕の顔を隠しながらね、ちょっとね、見ていきたいと思うんですけども。はい、まずじゃあベイスターズから見ていきましょうか。ベイスターズはですね、前日というか、前半戦、最後の試合21日なんですけども、まあ、この間まではオースティンがね、ファーストに入ってたんですけども、今日ね、フォード選手というね、新しい選手が、7番に、入っております。ファーストでね。で、この間渡来選手は7番だったんですけども、今日は2番に、上がっておりまして、2番ライトになっておりまして、で、この間京田選手で出てたんですけども、今日は8番に森選手、ショートで出ておりますと。で、今日はピッチャージャクソンというところで、スタメンこんな感じになっております。で、対するジャイアンツはですね、
まあ、ジャイアンツはね、1番からまあ5番あたりまではね、打順としては、固定できていると。で、その中で守備位置は多少の変更がありますと。まあ、21日はですね、前半戦最後はですね、岡本選手がサードに入ってたんですけども、今日はレフトに岡本選手が入っております。4番レフト岡本。で、サードにですね、坂本選手が入っていますと。はい。でですね、この間は、ショートに水口選手、7番で入ってたんですけども、今日は8番。で、この間、キャッチャー小林選手だったんですけども、今日はね、7番に岸田選手、がキャッチャーに入っているというところで、まあ大体、ジャイアンツというのは固定できてきたと思いますし、まあ守備位置の多少の変更はありますが、まあその、キャッチャーが小林選手が出るのか、岸田選手が出るのかで、多少ね、伊豆口選手であったりとか、門脇選手の打順が動くというようなね、形で、まあある程度固定できてるんで、選手もね、役割がね、分かって、プレーがしやすいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい。じゃあ、こっから行きましょうか。こっから僕がね、気になったところであったりとか、ここ、プロの技でしたね、みたいなところをですね、できるだけ分かりやすく、面白く伝えていきたいと思います。はい。まず、1回裏行きましょう。1回裏ね。はい。まあ、この回ね、0点に抑えた回なんですけども、やっぱりね、吉川選手、えぐいね。まあ、今日もバッティングもそうでしたけども、守備でもね、貢献度が非常に高いと。で、これね、先頭の梶原選手、初回ですよ。初回の1回裏のね、先頭バッター、梶原選手がセカンドゴロ打つんですけど、これ吉川選手がね、難なく取ってるんですよ。1、2塁間の打球ね。これ普通だったら抜けてるんですよね。普通のセカンドだったら。これを普通に、いとも簡単にやってくれるこの守備力っていうのは素晴らしいなというふうに思います。で、2アウトから佐野選手にデッドボール当ててしまって、2アウト1塁から牧選手に、カーブを打たれてしまうと。で、宮崎選手、2アウト1、2塁で、宮崎選手にもフォアボール出しちゃうと。おー、ちょっとやばいぞ、というところで、2アウト満塁で山本選手をカットボールでショートゴロに打ち取れた。ここはね、やっぱりね、初回っていうのは、いくら赤星投手コントロールいいって言っても、やっぱり立ち上がりって不安だと思うんですね。で、そこで、まあ、ピンチを作ったんですけども、そこまで、作ったんだけど、点を取られなかったっていうところは非常にね、まあ、耐えたというかね、良かったんじゃないかな、っていうふうに思います。で、次気になったところ、2回裏行きます。2回裏ですね、これはですね、非常にこの梶原選手、タイムリー打つんですけども、非常にいいバッターですね。ワンアウトからこれ森選手がセンター前ヒット。で、ジャクソンがバントして成功。で、2アウト2塁で梶原選手、なんですけども、これライト前ヒットなんですね。で、まあ、フォークを空振りして、で、ストレートがフォアル打って、これ2ストライク追い込んだんですよ。で、ストレートで1球ボールになって、で、1ボール2ストライク。ここで、僕的には、まあ、初球のフォークボール、空振ってるんで、もう一丁フォーク行くかなって思ったんですけど、まあ、裏を嗅いでというかね、まあ、スライダー行ったんですね。で、それで、まあ、うまいこと、1、2塁から打たれてヒットなんですけど、まあ、これはね、まあ、うまく打ったから、まあ、少し高かったですけども、まあ、まあ、うまく打ったなっていう感じはしました。非常にいい選手ですね。で、その後、2アウト1塁から渡来選手がね、初球のラインのヒットで、まあ、レフト前ヒット打って、1、2塁作る、1、3塁作ると。このね、点を取ってからのこの足を絡めた攻撃、これは DNA 素晴らしかったなって思います。ただ、2アウト1、3塁で佐野選手、まあ、ショートゴロというところで、まあ、その、複数得点を取られてないっていうのは、今日非常に良かったんちゃうかな。まあ、赤星投手ね、まあその勝ち星はつきませんでしたけども、その、まあ先頭バッターをある程度やっぱしっかり抑えてたりとか、点を取られても1点っていうところが今日ね、勝てた要因の一つじゃないかなって思うんですよね。で、次3回表行きましょうか。3回表、これ、この回ね、さっき、佐野選手が、デッドボール当たったんですよね。デッドボール当たって、で、まあ、足がちょっと痛いというところで、この回から梶原選手が元々センター守ってたんですけど、今日、この3回表からレフトに守ったんですね。で、それで、先頭バッターの伊豆口選手が、これまあ、ツーベース打つわけですけど、まあ、記録はツーベースなんですけど、これね、ちょっと目測を誤って、ちょっと前に来て、後ろを越されるっていうところで、まあ、いくらセンターを守ってるような選手でも、いきなりこう変えられたりとかしたらね、打球の質とかも変わってきますんで、そこはね、ちょっとまあ、梶原選手ね、そこも対応はしていかないといけないと思うんですけど、まあちょっとね、難しい打球だったなと思うし、そのなんか変わったところに打球飛ぶってよく言うじゃないですか。で、本当にそれだったなと思います。で、まだこのツーベースだけだったらまだあれやったんですけど、これノーアウト二塁で、これ赤星選手がバントしたんですけど、これフォード選手ね、新しいフォード選手がファーストでチャージしてきて、それを取ってね、多分ね、間に合わないんですよ、三塁投げても。うん。
で、ステップも多いし。で、それで、ステップも多い、タイミングもそもそも間に合わないのにサード投げて、サードでも送球がちょっと逸れてというか、まあ、ワンバンになってというところで、フィルダースチョイスになるんですね。もうこの、守備二つ、ミスがある時点で、まあ、確実に点は入るんですね、この回はね。で、それでノーアウト一三塁で、丸選手がデッドボール。で、ノーアウト満塁で、吉川選手がこれ、センターの犠牲フライで1点取るんですけど、まあ、この場面、ランナー二塁ね、赤星投手なんですよ。だから、タッチアップができなかったんですね。三塁に。二塁から三塁のタッチアップができなかったんですよね。で、これがもし、タッチアップができてたとしたらとか、できてたとしたらとか、もそもそも野手のランナーだったら、三塁に行けてたと思うんですけど、やっぱりね、このね、犠牲フライ取ってから、ワンアウト1、2塁になるのか、ワンアウト1、3塁になるのでは、全然違うんですね。ワンアウト1、2塁だったんですけども、今回はね。またヒットを打って、もう1本ヒット打たなあかん。2本ヒット打たなあかんっていう風な状況になるんですけど、もしランナー、2塁のランナーが3塁にタッチアップができてたとしたら、あ、赤星投手はね、ピッチャーなんで、まあまあ仕方ないんですけども、野手のランナーでタッチアップできてたとしたら、またね、ヒットで、一点入ったりとか、もしかしたらゲッツー崩れで一点入ったりとかすることもあるので、まあ、一、二塁で、ワンアウト一、二塁でチャンスを迎えるのか、ワンアウト一、三塁というチャンスを迎えるのかでは、全然得点が変わってくるんですね。で、まあ、ここで、まあ、赤星投手仕方ないんで、ワンアウト一、二塁に、なってしまって、で、ヘルナンデス選手が、まあ、5-4-3のダブルプレーというところで、結局、ノーアウト満塁で1点しか入ってないんですね。それに犠牲フライの1点というところで、ちょっと、巨人からしたら、ああ、もうちょい複数得点取りたかったなっていうところはあるんですね。で、ここですよね。先ほど打たれた、梶原選手を、まあ、三振取る場面なんですけど、まあ、4回ぐらいですね、ワンアウトから森選手が、ショートへの内野安打。で、ワンアウト1塁からジャクソンがね、2打席連続バントを決めると。で、ちょっとここね、チャートを見ていきたいと思うんですけど、2アウト2塁でね、梶原選手、空振り三振取る場面なんですよ。で、先ほどスライダー打たれてるじゃないですか。で、初球フォークから入るんですね。フォーク、ファール。フォーク、ファールで、ストレートがボール。で、ワンワン。で、カーブでファール。で、ここで、ワンボール、ツーストライクと、しっかり追い込むと。で、先ほどスライダー打たれてるっていうのがあるんで、まあ、僕は先ほどね、フォーク空振ったから、フォーク最後で良かったんちゃうかっていう風なお話しましたけども、やはり、岸田選手もそこは分かってるんでね、最後しっかりフォークを要求して、ここを三振、空振り三振取るっていうところで、まあ2回同じ球種で、同じやられ方をしないっていうところをしっかりね、勉強してるというか、まあしっかり反省を踏まえた上で、赤星投手も投げ切れたという風に思うので、非常に素晴らしいピッチングだったんじゃないかなっていう風に思います。はい、で、戻りまして、で、ここですね、次、5回裏、はい。まだ点を取られてしまうと、逆転を許してしまうというところなんですけど、まあこれね、完璧にね、牧選手で狙ってるんですね。何がっていうと、ツーアウトランナーなしから牧選手来まして、で、ストレートでボール、カットボールでボールになるんですね。うん。で、ツーボールになるんですね。で、ここで、まあましてやね、牧選手、まあ4番バッターですから、まあ安易にストレートで取りに来ないだろうって、いうふうに思ってるわけですよ。で、そこで、じゃあ何取りに来るのっていうところで、まあ多分シュートで取りに行くのも結構難しい。インサイドに行くしね。まあ大体外の変化球だろう。外、まあスライダーかカットボールだろうっていうところに的を絞って、ツーボールからね、甘めの外寄りのボールを待ってるわけですよ。で、そこに投げてしまってカチーンってホームランっていうところで、もうこれはもうツーボールにしてしまってるんで、もう仕方ない。仕方ないというか、まあこれが原因なんですけどね。まあ、ここはうまく、牧選手ね。まあ確かに甘いボールではあったんですけど、まあ2ボールからね、ボール、球を投げたくないっていう心理が働きますから、そこをうまくね、逆手に取って、牧選手ね、非常にうまく打ったというところでございますと。で、その後、2アウト、ランナーなしで宮崎選手がね、レフトへのね、2ベースを打ったんですけど、この岡本選手が、ね、クッションをしっかり、跳ね返ってきたボールを取って、セカンドに投げて、一人でね、これを、宮崎選手をセカンドでアウトにした。このプレーめっちゃでかかったですね。後続をしっかりアウトに取れたというかね。クッションボールもそうですし、慣れない守備だと、レフトだと思うんですけども、そこをしっかりね、フェンスの確認であったりとかっていうところを、試合前にやってると思うんで、こういうプレーが生まれたんじゃないかなっていうふうに思いますし、非常にナイスプレーだったなと思います。で、ここ行きましょうか。6回表。これね、ジャイアンツがまだ取り返すという回なんですけども、やっぱりね、すぐ取れたっていうのはいいっすよね。5回裏に打たれて、すぐ6回表に取るっていうところね。で、
まあ、吉川選手、これ、センター前ヒットですわ。センター前ヒット。ナイスバッティングですね。で、ノーアウト一塁でヘルナンデスがね、ショートゴロ、ゲッツー崩れで一塁残りますと。で、ワンアウト一塁で岡本選手、フォアボールね。うん、ここでワンアウト一、二塁。大城選手、ここ、チャート見ましょうか。これ、うまく、非常にうまく打ちました。はい。非常にうまいっすよ、これ。ストレートでまずファールになるんですね。ワンストライク。で、次、カットボールでボールになると。で、ワンワンになりますと。で、これね、逆球ではあるんだけども、非常にインサイドに来たんですよね。チャートではちょっと真ん中寄りの、記載はしてたんですけど、結構難しい球だったんですよね。で、ましてや球速いというところで、これをしっかりね、体を回転で、くるって回って、これでね、ライト前ヒット打ったんですけど、これ非常にナイスバッティングですね。ナイスバッティングですね。うん。本当に、大塩さんが5番に入ってからね、本当に非常にいい打線の流れっていうのはね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ワンアウト1、2塁で、坂本選手が、まあ、5-4-3 のダブルプレイというところですけども、まあ、坂本選手、まあ、1打席目ヒットを打っておりまして、今日ね、なんかその、安倍監督が助言したみたいで、ベース寄りに、うん、もうちょい、ホームベース寄りに、近づいて構えたらどうだ、みたいなことをね、言って、ちょっとね、確かに、いつもより、本当にまあ、数センチだと思うんですけど、まあ、スパイク、反則、いかないぐらいかな、反則ぐらいだと思うんですけど、ちょっと寄って構えてましたよね。うん。で、打ち方もちょっとね、オープンスタンスになって、トップも、ね、ちょっと高めに、構えも位置も構えてっていうところで、まあ、試行錯誤はしてましたし、まあ、これゲッツー打ってしまいましたけども、なんとかこうやろうとしてるところはね、見えてくるのかなっていうふうに、見えてるのかなっていうふうに思います。はい。もうちょいかなと思います。はい。で、7回表行きましょうか。この回、ちょっとね、作戦面的に、どうだったのかというところなんですけど、まあ、ここ2対2の場面なんですよ。で、先頭の岸田選手がフォアボール取ったんですね。で、ノーアウト1塁。で、ここで、伊豆口選手がバッターボックスだったんですよ。で、代打陣はもちろん準備してたし、中継見てるとね、してましたし、まあ、ここ、まあ、バントかなって思ったんですね。個人的には。ノーアウト1塁で、2対2でっていうところ。で、次ね、バッターがピッチャーのところっていうのがあるんで、まあ、おそらく代打だろうなっていうふうに思ったんで、まあ、送ってっていう形かなと思ったんですね。で、そこで、まあ、強行策を言ったんですね。で、それで、まあ、4、6、3のダブルプレーを取られて、2アウトランナーなしになっちゃうんですけど、まあ、結局、まあ、ヒッティングしようが、うん、まあ、その、バントしようが、まあ、結果、点を取りたいわけですから、まあ、その、ジャイアンツの場合、まあ、バントの確率っていうのもありますし、まあ、伊豆口選手の調子っていうところもありますし、まあ、そこをね、まあ、勝負をかけたというところだと思うんです。まあ、その結果的に勝ったんでね、ここを、なんかそんな取り上げることはないんですけども、まあ、この場面っていうのは、まあ、セオリーで言ったら、まあ、おそらくバントだろうなというところあるんですけど、まあ、安倍監督なりにね、ここは勝負をかけに行った場面かなっていうふうに思います。で、ツーアウトランナーなしから、まあ、モンテス選手がね、これ、まあ、初打席、初ヒットというところ、まあ、ツーベースなんですけど、打ちまして、まあ、ツーアウト二塁で丸選手が空振り三振するんですけど、まあ、その、まあ、たらればなっちゃうんですけど、まあ、ランナー二塁送ってたら、これ点入ってたな、とかいうふうなところあるけども、まあ、そんなん言い出したらキリがないんでね、ここは安倍監督が、まあ、勝負をかけた、強行策という勝負をかけた場面だったんじゃないかな、っていうふうに思います。はい。でですね、7回裏、素晴らしい系統がありました。素晴らしい系統というか、変則のね、系統がありました。この回から高梨さんが、出るんですけども、出てきたんですけども、まあ、左に、が続くというところで、出てきました。で、ワンアウトから渡辺選手をフォアボール出したんですね。で、ここで、スイッチ、船場様投手にね、右のサイドスローにスイッチというところで、ワンアウト中で、まあ、桑原選手をこれ 5-4-3 のダブルプレー取るんですね。これ素晴らしいですよね。左の変速と右の変速がいるというところで、非常にバリエーション豊富というかね、ジャイアンツがね、補強してきた、層の厚さ、ピッチャーの特にね、厚さっていうのが、本当にこの後半戦でマジでね、効いてくるんじゃないかなというふうに思うし、非常にね、素晴らしい、まあ、ランナーを出してしまいましたけども、しっかりね、カバーできた、いい場面だったんじゃないかなというふうに思います。で、ここ、8回表見ていきましょうか。気持ちいい場面見ていきましょうか。はい。これ、先頭のね、まあ、先ほど言ったように、岸田選手が打ったのはね、もちろんすごいよ。ヒーローだよ。だけども、やっぱり忘れちゃいけない。これ、直樹さんのね、この働き。これ、先頭ね、8回表なんですけど、これ、ライトでね、ツーベース打つんですけども、これ、ツーストライク追い込まれてから、10球粘ってるんよ。10球粘って、10球目にこれね、
ライトでね、ツーベース打ってるんだけど、これがね、非常に素晴らしい。もう、守備もそうだし、まあ確かにヒーローは岸田選手。今日で言ったら岸田選手なんだけど、もう影のヒーローっていうのはこれ間違いなく吉川選手だと僕は思います。今日に関してね。これ素晴らしいよね。守備でもこれバッティングも素晴らしい。本当に。で、ノーアウト二塁でヘルナンデスがね、ファーボールというところ。で、ノーアウト一二塁で、ピッチャーがね、中川投手が出てきます。DeNA ね。で、ここで岡本選手、まあ空振り三振するんですけども、もう完璧にね、これね、もう三振を狙ってきている配球なんですね。フォークボール、ストライク、ストレートでファール。で、3球目フォークボールがワイルドピッチになるんですけど、2、3塁になったんだけども、またもう一丁フォークボールというところで、これね、腹くくって投げてきましたね。ほんと素晴らしいフォークだと思います。ちょっとね、特殊なフォークというか、こう、なんて言うんだろう。普通だったら、ポーンって落とすんだけど、ポーンってな落とすんだけど、ちょっとこう、シンカー気味に落としてるというか、こう、なんて言うんだろう。こういう回転、ジャイロ回転がかかったようなフォークなんで、めちゃくちゃ落ちが、大きいんですね。うん。回転しながら落ちるっていうタイプのフォークなんで、ちょっと、なんて言うんだろう。右バッターのシンカーじゃないけど、シンカーじゃないけど、シンカーに近いようなフォーク。うん、なんで、素晴らしいなっていうふうに思います。で、これでワンアウト2、3塁になるんですよ。ワイルドピッチになってるんで、ワンアウト2、3塁なんですけど、大塩さんはここでね、フォーク3球で、三振取るんですよね。これも素晴らしい。これも素晴らしいね。こう完璧に、狙いに行ってるよね、三振をね。で、まんまとジャイアンツの岡本大城っていうのは三振しちゃうというところ。で、これだけ見ると、これフォークすごいなって思うじゃないですか。これフォーク、やばいなって思うじゃないですか。で、ここが結構肝なんですけど、ツーアウト2、3塁で坂本選手がね、これファーボール選ぶんですね。これも非常にね、惜しいフォークがあったんですよ。これ追い込んでから、ちょっと高めから抜けたフォークがね、2球ぐらいあって、坂本選手がボールと、ボール球だと思って、ね、見逃して、結果的にこれフォアボールになるんですけど、これがちょっとね、中川投手からしたら痛かったなと思います。で、ツーアウト満塁で岸田選手がこれね、初球のストレートを打つわけですけども、やっぱりその前の坂本さんにフォアボール出してるっていう、それにましてや、これフォークボールで、制球がちょっと乱れて、フォアボールになってるっていうところで、ちょっとやっぱり、まあ、相手バッテリーね、DeNA バッテリーからしても、ちょっとフォーク、ちょっと抜けてきてるな、みたいな。ちょっとやばいなっていう感じがあって、多分おそらく、ストレート。まあ、ストレートも強いんで、ストレートでいけるだろうって、岸田選手、舐めたわけじゃないけど、うん、まあ、ストレートでファールか空振り取れるだろうっていうふうに思ってて、行ったんですけど、それを岸田選手ね、まあ、岸田選手もキャッチャーですから、あ、これちょっとフォークボール投げづらいだろうなっていうところで、多分ストレート一本にね、初球張ってたと思うんですね。それをしっかり、レフト線に打てたっていうのは、これ今日ね、岸田選手が素晴らしかったというところじゃないかなと思います。で、その後も、ツーアウト2、3塁から伊豆口選手がね、これ、レフトへのタイムリーというところで、3点取れたのは非常にでかいね。マジででかいっす。これね。はい。で、それで次8回裏ね、これバルドナード出てくるんですけど、バルちゃんちょっとやばいね。ちょっと怪しいね、マジで。うん。で、セントマキ選手ファーボールでしょ、ストレートのファーボール。で、ノーアウト1塁で宮崎選手空振り三振取るも、ワンアウト1塁で山本選手を打ち取ったね、ピッチャーゴロを2塁に冒頭投げると。で、ちょっともうこの辺で交代かなと思ったんですけど、で、ワンアウト1、2塁で、フォード選手に、またストレートのフォアボールというところで、ちょっともう、やばいですよね。フォアボール2つ、ストレートのフォアボール2つに、ピッチャーゴロをね、セカンドに悪送球というところで、もうめちゃくちゃなんでね。まあ、もう早く帰ろうっていうところで、ワンアウト2、3塁からケラーね。まあ、これも、結局、去年とかだったら、変えるピッチャーがいないんで、そのまま続投とかでやられてたんですけど、今回ね、ジャイアンツピッチャーめちゃくちゃ層が厚いんで、だからこういうのもできると思うんですね。で、ケラーがピンチヒッターの大和選手をショートフライに打ち取って、で、ツーアウト満塁からピンチヒッターの松尾選手をこれ、レフトフライにね、打ち取るんですけど、まあ、これ、そうですね、まあ、解説の西さんがおっしゃってたんですけど、先に松尾選手でも良かったんちゃうかなっていうふうに思いました。うん、ちょっとね、まあ、ツーアウト満塁は荷が重いというか、まあ、新人というかね、若い選手なんで、怖いもの知らずだと思うんですけども、先に松尾選手行って、後から山本選手という形でも、非常に面白かったなというふうに思うし、これ敵チームながらですね、この松尾選手の、これ初球のね、ケラーのカーブを、まあ、振り抜いてレフトフライを打ったわけですけども、非常にこの待ち方というか、面構えもそうですし、構えであったりとか、雰囲気であったりとか、スイングのかけ方であったりとか、非常にね、素晴らしいもん持ってるなというふうに思いましたし、まあ、ファームでね、非常に成績を出してるというのは知ってましたから、非常にいい選手だなというふうに思いましたし、負けん気の強さであったりとか、まあ大阪桐蔭だと思うんですけど、まあ非常にドラフト1位でキャッチャーで入ってきただけのね、選手
素質あるなというふうに思いましたし、今後ね、ジャイアンツを脅かしてくれるようなね、脅かしてくれるという言い方はちょっとあれだけど、脅かすようなね、いい選手になっていくんじゃないかなっていうふうに個人的にね、思いました。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、その、シーソーゲームと、ミスターチルドレンのシーソーゲームというところで、まあ、やっぱ勝てたっていうのは非常に大きいと思うし、ちょっとね、気がかりなところはバルちゃんがね、ちょっとこう、どうかなっていう、大丈夫かな、日本もね、僕ちょっと今アメリカにいるんで、ちょっとわからないですけども、めちゃくちゃ暑いっていうのは聞いてるんで、ちょっとしんどいだと思いますし、ちょっとやっぱりそこはね、みんなでカバーしていかないといけないと思うし、やっぱり最後の大勢なんかを見ててもね、ちょっとまあヒット打たれましたけども、えげつない球投げてるなっていうのはあるんで、そこはね、しっかりね、みんなでね、カバーしていってもらいたいなというふうに思うし、このね、3連戦っていうのが非常に大事というかね、非常に、ローテをね、組み直して、結構こう、極端にね、ローテの力配分を分けてるんで、ここの3連戦で、まあ、2勝1敗ぐらいでいけると、非常に来週以降の戦いっていうのも面白くなってくるんじゃないかなっていうふうに個人的に思います。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。